皆様おはようございます。今日は第46回 ANA オープン、北広島市の北海道北広島市の札幌ゴルフクラブワッツコースより大会第3日目をお伝えしております。朝の恒例となっております練習場ライブ、こちらの方を皆様に、お伝えしたいと思います。今から早速練習場に侵入して、ちょうどギャラリープラザの、横に練習場は面しておりまして、朝からたくさんのギャラリーの皆様がワッツコースの方に観戦に来ていただいております。今日こちらの方は、天候は曇り空が、一面に覆っている形で、風も昨日よりはちょっと強め、になっております。気温は涼しい最高気温25度ぐらいという予報が出ております。それではもう石川遼選手も練習場に来て、今一番奥で打ち込んでおります。そちらの模様をそれでは今から皆様にお伝えしたいと思います。それでは潜入してまいります。
ます。おはようございます。
はい、皆様第3ラウンド ANA オープン、札幌ゴルフクラブワッツコースより朝の練習場ライブをお伝えしてまいりました。今日大会第3日目は、夕方日本テレビ、系列で全国ネットで放送されますので、ぜひ、テレビで、ぜひ選手の活躍を応援していただけたらと思います。それでは、本日大会第3日目の朝の練習場ライブを皆様ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。明日も練習場ライブを皆様にお届けしたいと思いますので、ぜひご覧いただけたらと思います。それではありがとうございました。失礼いたします。